菅原さんが1969年にデビューされて以来音楽シーンはどのように変化しましたかこれはすごい変変わわったたねりましか僕たちデビューソングはね「白いブランコ」っていうんですそれで大きなスタジオでオーケストラ入れて僕たち「せーの」で一緒に歌うわけ。今考えられないでしょ昔はって4チャンネルかまあ8チャンネルぐらいやったからだからもうみんなで「せーの」で歌うんですよ。 でもすごいですね、みんな集まって。逆に、その方が面白いなと思ったね、豪華ですよね、あと絶対、その空気、音の振動も絶対伝わりますよね、そうそうそう、人間のなんか、なんかね、吐息みたいなのが伝わる感じで、緊張感がすごそうですね。緊張はするよ、間違ったらみんなに迷惑かかる。 やっぱりあの弾いてる方もねバイオリンとかさやっぱり間違えたらやばいと思ってやってるんだよね。そううでですよね一人ミスしたらってわ大変今は本当さミスしたら取り直しこの箇所だけってね簡単にできるじゃない。じゃあ今は本当に便利っていうかもう楽なったっていうかさ全然変わった。 なんかじゃあそのことに対してネガティブな印象でもなく、まあ便利になって良かったなってあそうです。もちろんそうですよ。ただやっぱ昔の音もいいね。ハイ性能でやるのもまたこうなんなあったかいのね。なんかやっぱり今と昔が違うことに対して、今をネガティブに捉えられる方すごい多いと思うんですけど、いやそれはじゃないところが、それはない。今場合今のは全然いいの。全然。うん。 それは運での差です、えーえー、<laughs> 本当に、うん、いや今も昔もいいところも悪いところもあると思うんですけど、うんねうん、すごいありがとうございます,いやいます貴重なお話ですね貴重なこれは今感動しました、うんはい、本当ですはい、うん、素晴らしい、はい